こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマはパートナーシップについて見ていきたいと思います。選択カードはこちら A、B、C で用意しておりますので、お好きなカードをお選びください。はい、パートナーシップは見ていただいている方が思うパートナーシップについてね、詳細は考えていただいたらいいかなと思います。最近すごく時間が足りないんですけど、皆様はいかがお過ごしですか？ね、なんか本当にリーディングしたいなって思ってるんですけど、マジで時間ないんですよね。だから他の方の動画もね、見させていただくんですけど、皆さんすごいロングタイムお話しされてるじゃないですか。どっからその時間があるんだろうって。まあ私がね、全然時間感覚が多分下手なので、もう寝る時間に全てを注いでいるタイプなので、かなり、ゆるーく生きてるので多分無駄にしてる時間はたくさんあるんだと思うんですけど、いや、なんか本当にね、皆さんすごいなって。なんか活動的にね、常に何かをやってる人とかたくさんいるわけなので、すごいなという感じですね。はい、まあ私は今はゆっくりというかね、本当に穏やかにやるだけなので、それはそれでいいんでしょうけど、なんかね、みんなどうしてるんだろうって最近すごく思います。はい、だから一生懸命働いて一生懸命遊んでる人とかね、どっからそんな元気湧いてくるんだろうみたいな。まあ私もね、そんな元気な時もありましたけれども、もう常に活力に溢れてた時もねありましたけれども、はい、まあそうですね、多分今いる場所が多分そんなに合ってないというか、お家をパワースポットにしましょうみたいなのがね、多分引きこもりの私からしたら大事なことだと思うんですけど、ちょっとまあいろいろサボり気味なのがこうやって出てきてるんでしょうね。はい、皆さんも最近なんかそういう悩みはございませんでしょうか？私は最近ちょっと、ああ、ダメだな、頑張らないとなって思うようなことが増えてきたなと思っております。はい、タルちゃんね、パートナーシップなのでね、ペットもね、パートナーシップのはい、枠に入るかなということで、今日はこの、すごい近い、はい、構図でタルちゃんに出演していただきます。ちょっともうちょっとこっち来てよ、映ってよ、お顔見してね、寝るのほら、はい、ちょ、お顔見して。ごめんね、眠たいのに。はい、皆さん見てください、このうちの可愛いタルちゃんでございます。はい、眠たいのにね、いじいじされて嫌ね感じですね。今日は美味しいものを食べたので口が汚れてますね。はい、目やにもついております。はい、白いけど涙焼けしないので、みんなにすごい綺麗にしてるねって言われてますが、かなりこう汚れてますはい、っていう感じでした。それでは早速見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方、見ていきたいと思います。パートナーシップについて見ていきます。A を選んでいただいた方は、The Rose Garden Innocence Forgiveness Be Gentle With Yourself。 はい、ローズガーデン、イノセンスってよく聞きますけど、英語で言ったらなんていうの、イノセンスイノセンスはイノセンス、純真無罪、潔白無邪気、天真爛漫、なんかすごい結構意味があるんですね。イノセンス、無邪気、純度、汚れていない、汚さない、なんか本当にバラの箱庭というような感じで、汚れてない、美しい、綺麗に整えてある、整っている、なんて言ったらいいのかな、
そこに何も悪いものがない、なんだろう、嫌なところがない、その人と一緒に、その自分に優しくなれるような、相手にはもちろんのことなんですけど、その人と一緒にいることで自分にすごくその優しくできるような、はい、そういうパートナーシップが A を選んでいただいた方はすごく大切なのかなということですね。はい、ね、そんな A さんの現状ね、見ていきたいと思います。はい、ハイプリエステスの逆位置と We are natural が出ております。なんか、現状としましては、まあこれをね、見ていただいたということは、パートナーシップについてちょっと疑問点を持っているとか、どうする、どうしたらいいんだろう、どうなるんだろう、どうなんだろうみたいな方がね、多いかなと思うから、これを開いてくださったと思うんで、なんかそんな感じ、ちょっと今現状的には、あれ？なんで私はなんかこう対人関係、そういうこう誰かとこう親密になるとか、そういう絆を築こうとするとなんかうまくいかないなとか、なんかこうありのままの自分として入れないみたいな、なんかその自分ってこうだよなって思わされてた部分がすごい出てきちゃうっていうのかな。だから例えば、なんでしょうね、親とかに、あんたのそういうとこ嫌やわとか、あんたのそういうとこほんまにあれやでみたいなとか、なんかまあそのね、こうご両親に育ててもらってる時とかに、そういうこう些細なね、本当に悪気があるとかないとか、そんななんか感じじゃなくて、言われてたこととかがすごいずっと残ってて、私はそういう人間なんだみたいな感じで、でそうやって親元を離れた後に、自分はどういう人間なのかってたくさんこうね、どうしておけばいいの、どうしてどうやって生きていけばいいのかとか、いろいろ気づいていったんだけれども、そうやってこうふとそういうパートナーシップを作るっていうことに直面した時に、それがすごい出てきちゃうみたいな、あ、私はこういう人間だったな、だから気をつけないとなとか、なんかこうね、どうしてもそう考えてしまうみたいな、なんかこう、それがすごい今出てきてて、あ、やっぱり自分ってダメだなとか、なんかああだなこうだなとかっていう風のすごい思ってきてしまうみたいなのを感じていると、はい、いうことなんですけれども、でも本当にそれを感じて、いやそうじゃなくて、もっとちゃんと今どんだけのことを自分はやってきたのかというか、なんて言ったらいいのかな、すごくちゃんと向き合おうとして、今を生きようとして、ちゃんと対人関係を作ろうとしてみたいな、はい、ことも同時にこう発動しているというか、なんかすごく今苦しんでるというか、頑張ろうとしてる、ちゃんと向き合うために、自分のその弱いところ、その短所となって、短所だと思ってたところとか、そういうところを全部自分なんだ、それも全部含めて自分なんだっていう風になっていけるように活動したいというか、そういう風でいたいと思ってる。でもやっぱりこうなんだろう、意識でどうにかできる、でき意識、ん？意識してる中でもこうどうにかできようとするよりも、もっと無意識な部分にある何かに結構邪魔されてるっていうのかな。すごいなんか複雑なね、感覚を感じるので、なんか頭ではすごい分かってて、
この人とこういう風に接したいとか、ちゃんともっとこう思ってることを言いたいとか、いろいろね、考えたりすることがあると思うんですけど、どうしてもそういうなんかこう無意識に締め付いているなんか、何かが、そういうパートナーシップ関係についてすごい障害として出てきているのかなっていうので、それを感じてて、ああやだやだみたいな、ちゃんとしたいとか、そのもう自分の思うようにしたいのに、なんでこんなにうまくいかないのかしら、ああやだやだ、あちゃんと直したいなみたいな、直すっていうかね、なんかそのありのままというか自分になりたいなみたいな感覚っていうんですかね、はい、っていうのも感じます。で、パートナーシップについてもっと詳しくね、はい、見ていきたいと思います。はい、ういThe Child Within Inner Mother Innocence、 またイノセンスが出てる。ほとんどなんか同じこと言われてるテーマと一緒のこと、そんなことあるんだ、面白いね。あの重複して出てるので結構強めに言われてますね。なんかやっぱご両親が結構あの厳しかったりとか、なんか優しいっていうよりは結構こうきつい方だったりとかがあるのかもしれないですね。だからそのなんだろうな、なんかその子供は親に守られて、育つものなんですけれども、結構その育ちきる前になんかすごいあの、厳しいことをずっと言われてきてて、なんかなんでしょうね、子供としてのこう自我形成をしっかりできなかったっていうのかな、子供として認められきってなかったから、だからこう厳しい親に育てられたら、周りにもそのそれが愛情だと思って周りにもすごい厳しくしちゃったりとか、だからなんかすごい教育ママに育てられてた同級生とかすごい攻撃的でしたね。なんかすごい厳しかったですね。はい、とかなんかそんな感じで、それなんかそれが当たり前というか、それが自分にとってそのなんだろうな、あの愛だなって。でも本当はそれがそれで良かったって思ってるわけじゃなかったから、若干ちょっと疑問点が残るというか、なんだろうな、それしか知らなかったらそれで良かったんだけれども、多分その社会に出てとか自分一人でこの世の中を旅していると、それだとなんかなんだろうな、誰もなんか喜んでくれないっていうのかな、厳しく接しても愛があるからね、こうやって厳しく言うんだけど、誰もそれじゃあこうこっちを向いてくれないとか、むしろ嫌がられるとかね、なんかそういうのがあって、あれみたいな、あれって実はそういうことだったのみたいな。でも実際そうやっていろんなね、こう情報を得た中で、あ、確かに私はもっとこうしてほしかった、こうであってほしかった、こういうふうにこういうことがあった時はこうやって言ってほしかったのにみたいなのが出てきたりとか、なんかそういうので、現れてるとかね、なんかまずその自分はどういうふうなことを求めてて、なんかね、その幼少期もそうやってなんかまああの毒親と言われるような方もいるかもしれないんですけど、なぜそんなのがそんなことがあったかというと、あの本当に本当はどうしたいかを結構強めに気づくためのまあそういう経験だったという感じに言われてるんですよね。でそれがあったから本当に自分にとってのなんだろう、そういう生き方、自分らしさ、なんか難しいですね難しい。そう、本当の自分を見つけるために、なんか障害っていうか、その困ることがなかったらぬくぬくとのびのびとただひたすら平和に過ごしていけるんですけど、何か使命を持ってというか、その自分に活を入れるために自分でこう大変な環境に身を
置くみたいな、そういう魂の人みたいな、なんかそういう定めというか宿命というか、なんかそんな感じの、方なのかなということなので、うん、そう、だから自分、そうだな、だから今後も同じようにご両親が自分にしてくれた、育ててくれたような存在だから、まあ言葉あれですけど、ちょっとこう、なんていうのかな、パワハラ、パワハラ、家族にパワハラっていうなんかそういうちょっときつめに育ててくれたご両親の方は、多分それパートナーシップ結ぶ方も多分きつめに言ってきたりとか、はい、逆に放任主義だった方とかだったら、すごい放任される方とパートナーシップを結ぶことになったりとか、なんか自分がすごいこう印象に残っている子供の頃そうだったみたいなことが、今後のパートナーシップでも永遠にそれがこう起きてくるっていうのかな、それそういう人がこう采配される、なんかこう当てがわれるっていうのかな、言い方あれなんですけど、でそれで何度も何度もそういう人とこうやりとり、ドラマを繰り返すことによって、本当のあなたを、取り戻す、取り戻すというか構築できるというか、なんかすごい難しいですね難しいのは分かってるよね、はい、人生は難しいです、はい、うん、てな感じで、言われてるので、なんかパートナーシップ、なんかそれ、まあ恋人とかそういうこう絆を深めにこう作りたいって思った時に、大体難ありだなとかっていう人は、その難が本当のあなたにつながるために必要なことだから、どうぞめげずに、向き合ってくださいというような感じですかね。うん、それでそれがあるから、本当のあなたに、あなたが本当に望む姿に、望む形につながりますっていうことなので、どうしてこんなに私はパートナー運がないのかしらってすごい思うと思うんですけど、それはなんかそれがあなたにとってめちゃくちゃ大事なことなんですよねみたいな、だからその周りのね子たちとこう比較したりとかね、比べちゃうじゃないですかいいなあの子はみたいなとかっていうのあると思うんですけど、それぞれね、やっぱこう生まれ持ったこう定めというか、まあ多分自分で選んできてるんですよね。うん、実際に自分がそうだったら、別にそうなりたいかって言われたらそうじゃないはずなんでね。うん、だからあなたにはあなたのドラマがあるから、そう、なんか運がないんではなくて、あなたにはそれほどの試練があるわけだから、やめるとかではなく、もうこんなに大変な人としか関われないんだったら私は関わるのやめますじゃなくって、どん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 積極的にやべえやつと、はい、向き合うことによって、あなたは獲得していくことがあるから、はい、どんどん、なんだろうな、うん、でもなんかその自分がダメになっちゃうような人とは良くないですけれども、自分に優しくできるか、その本当に自分を許す自分をこう認めれるようになるような、はい、その障害っていうのはたくさん試練として受けたらいいと思います。はい、なんか自分が楽になるような関係は逆にアウトみたいな、はい、なんかすごいこうなんでしょうね、なんかダメにしてくれる、なんか本当に甘やかしてくれるみたいな、すっげー生活する分には楽だけどみたいな、なんか生きていくには楽にしてくれるなみたいな、そういう存在はちょっとその違うけどみたいな、はい、なんか難しいですよね私もね、そういう人間関係が苦手なので、はい、すごく同意って感じですね。はい、でアドバイスね、そんな A さんにアドバイスどうしておくといいのかね、聞いていきたいと思います。これはなんて読むの？前もなんか見たかな？バドゥ。つぼみ。はい。ポテンシャル、プロミス。It's about to happen.
keep going。 はい、ラバーズの逆位置。そうですね、あなたはまだつぼみ、何も始まってないんです。そういうパートナーシップのことに関しては、だからまだ序章にも、序章ではあるか、そう、花が咲いてないんですよまだ。はい、だからその大変だなって思ってる、だからこの人と何かこうねお相手、パートナーシップを結ぶようなお相手とどうにかなるっていう前にどうしようって多分思ってると思うんですけれども、いやいや花が咲かなきゃわかんねえだろうみたいな、うん、そう、まだこっから先のその何かっていうのは分かってない状態なんだから分かるわけないよねって、うん、でもそこに用意されたということは分かりますよね意味のあることなんですよ、分かりますよねって感じですね。はい、そう、うん、なんかね、その大変だったりとかトラブルが起きるとか、なんかいろいろすごく考えちゃうとか、まあだから例えば恋人とかだとすごいそのなんか、考え込んじゃうみたいな、なんかお仕事の相手とかペットとかそういうパートナーシップとかだったらそんなにないかもなんですけど、やっぱりこう、すごい心配性なのかな。今まで多分その厳しくすることが愛だと思ってきてた人が、それがなんだろう、他の人たちからしたらそれが愛じゃない、じゃあ自分も確かにそうだと思ってたみたいなので、なんかすごくそのずっと自分が愛だと思ってたことがそうじゃなかったみたいなことは身に染みちゃって、なんかその誰かを愛する愛し方が分かんないとか、誰かと一緒にいることとか、なんかそういう深い関係とかが、なんか信じられないとか信じたくないとか、なんかもうそういう深い関係になるのだるいみたいな、なんかそういうのとか感じることもあるかもなんですけれども、なんでしょうね、やりきってほしいみたいな、あのやる前に自分でこうつぼみを切り落とすのではなく、つぼみが咲いてで、それが有害だったら落とせばいいんですけど、咲かないとわからないみたいな、咲いてそれが毒をこう、毒を持つ実を、毒を持つ実を実るものだったら先に切り落とさないとダメなんですけれども、咲かなきゃ分かんないみたいな、それの判断は咲いてみないと分からないみたいな、つぼみの状態じゃまだ判断しきらない、だからダメだったらそっから切り落とせばいい、でも毒が出ないものなのであれば、似てるよ、毒が出るやつと似てるんだけれども、ちょっとやりきってみたいな、でそれでもなんかちょっとやっぱ自分にとっては毒だなって思ったのであれば、またその切り落とせばいいんだけれども、だから何度もちょっとやってみないとわからないというか、やらなきゃダメというか、いけるとこまでやらないと何にもならない、だからちょっと信じてみたいな、うん、怖がってるからダメなのよみたいな、うん、やりきってみたらいいので、それでまたトラブルに発展するかもしれないけど、それは愛を育てるとか、そのあなたが愛を学ぶことについてすごく大事なことというか経験になることだから、うん、やっていこうみたいなことで言われてるんですよね。うん、そう、はあ、なんかすごい難しいですね。ポテンシャルはすごい高い方なんですよ。だから多分そういうちゃんと絆が契約を結べた場合はすごく誠実に一生懸命こうお互いがいい風になるようにっていうのをすごいできる方なんですけれども、それがこう確立できるまではすごく警戒する、お前どうせ毒なんだろう、毒かもしれねえんだから
入ってくるなみたいなとか、なんかそういう結構そういう感じにしちゃいがちなので、なんかパートナーシップをねこう築きたくてもなかなか警戒してしまうというか、かなって感じですね。はい、なんかなかなかだからその親密になりにくいというか、特別な存在を作るのが結構厳しい方なのかもですね。はい、で結果見ていきたいと思います。ですの逆位置とダローズオブヴィーナス、アライメントフロー、ライトリレーションシップハーモニー、まあ簡単にはね、気持ちというかその深い根強いものは変えれないのは分かってます。はい、変わりたいって思ってて変われてるんだったらもうとっくに変わってますから。はい、でも今これを見て悩んでくださってるのであれば、背中を押したい、何かをこう決断することによってこうね、すごく大変、なんか断ち切る、こう、なんて言うんでしょうね、今までの私じゃなく、こう、ちゃんと進んでいくのってなった時に、すごいこう、痛みを感じることが試練なのでね、試練なので、簡単なわけないんで、すごく痛みを感じます。でも、それでね、決断して、こう、ちゃんと、衰退ではなく前進を決断していただければ新しい世界に進みます。だからね、こう最終の最終でね、リレーションシップが出てますから、こうね、こうすごくパートナーシップとしてなんかその象徴みたいなはい、見た目ですよね。お互いを信頼し合ってるみたいなことが出ておりますので、それが前面というよりか、そういうエネルギーがバーって出てるってことなので、本当になんかええ感じになるので、はい。まあ、なんか重々しく考えると、重々しく考えるっていうよりは、軽めに、なんか、ね、試練だし、頑張るし、楽しむし、ダメだったらダメで別にいいし、傷つくこともあるだろうけど、その傷がターンオーバーね、皮膚も古いちょっとそのね、こうニキビ跡とかをもう一回パチンとすることで、皮膚が新しい皮膚を作らなきゃみたいな感じでバッて新しいのが生まれてくるみたいな感じで、一回傷をつけることによってくっつくみたいな、くっつくっていうか元に戻すみたいな、補強するみたいな感じになっていくので、なんか人間のね自己治癒力を使っていくみたいな、そんなも含まれてるというか、なんかはい、そんな感じなので、ちょっとはい、参考にしてもらえたらいいかなということで、なんかちょっと長くなっちゃいましたね。はい、ということで、はい、以上が絵を選んでいただいた方のリーディングでした。多分頑張れば問題はございませんということ、どうして、なんでこんなことになるの、なんでこんなに大変なの、どうしてなのって思うことたくさんあるんですけど、それをとことんやる、味わうみたいなのすればいけます。大丈夫です。はい、頑張る頑張る頑張るぞみたいな、はい、感じだとうまくいくよということなので、普通の人とは違う、試練を持ってる方なので超大変ですけど、それがあなたの醍醐味なので、そうやってやりきってくださいということです。以上が絵を選んでいただいた方リーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。パートナーシップについて今日は見ていきます。選択カード B の方はソフィア、ディバインプラン、ウィズダム、インテリジェンスウィズインディスティニー。ちょっとスピリチュアル的な感じというか、結構神秘的な、方ですね。ソフィア。
ソフィアって何？ソフィア、少々お待ちください。ソフィア、知恵、 H、 はい、もう、あ、ソフィアって H なんだ。知恵、ギリシャ語、ギリシア語、ふんふんふん。知恵が多い方、なんかね、結構思考が深い、広い、大きい方ですね。だから、パートナーシップとかのことも結構頭で考えちゃう人なんですかね。そう。人間の心って、まあ結局は頭で考えれるようなことでしかないんですけれどもね。はい。そう。でもその、なんだろうな。はい。考え方が宇宙意識のような、はい、すごく哲学的な、そういうパートナーシップを築かれるんですかね。はい、そうなんですかね。すごいなんか深いというか、宇宙のような、宇宙の中に浮かんでいるようなパートナーシップ、はい、ちょっと想像が難しいですね。現状を見ていきますね。 B さんの現状はダマジシャンとローズ・ウィズ・アウト・ソーンズ。ソーンズって何だったっけ。トゲ、はい、You have right to your joy, peace, sweetness of life。 はい、パートナーシップ、クソくらい。なんかね、人間関係、なんかね、特別な存在とか、なんか誰かがいらない。もうだって自分一人で幸せに生きてますから、誰かと一緒になる？全然結構ですみたいな。はい。そんな感じが、ちょっと外に向けてそういうエネルギーが放たれております。はい、私は一人で生きていけますから、大丈夫ですからみたいな。でもそれの裏というか、その 本心というかっていうのは、その自分に自信がないから、誰かに拒否されたりとか否定されたりとか、なんかその知らないこと、不安なこと、心配なこととかがなんか嫌だから、先になんか自己防衛じゃないですけど、そういうことをしてしまいがち、そういうちょっと感じになってるかなっていうので言われてますね。だからその誰かと特別な関係になるとかっていうのがなかなか向いてませんとか、どうしてもなんかちょっとこうこじれちゃったり、うまくいかなかったりみたいな、なんでなんでしょうかねみたいな。まあその宇宙意識ってか、なんかこうすごくブラックホールじゃないけど、宇宙みたいに思考がすごい方なので、結構まあ何考えてるかわかんないというか、ね、こうすごい変なやつ扱いされたりとかじゃないけれども、なんか分かってもらえないことが多分多かったのかなって感じですね。だから、その分かってもらおうとしてた時があったけど、あ、分かってもらえないんだ。じゃあ、いいです。もう、自分は自分のことだけ分かってればいいんで、もう別に誰も必要ありませんみたいな、なんかそんな感じにちょっとなってるかなっていうので現状。そういう節があるかなって、完全にそうですっていうよりかは、ちょっとそういう性質をお持ちかなという現状が感じられますね。はい。で、そんな B さんの、パートナーシップについて詳しくね、聞いていきます。The Rose Third Hermit.インナーコール、ソウルレッド、ダミスティック、リビング、カレジオリジリーリー。はい、このカードも、やはりちょっと、スピリチュアル的というか、その内側に、内側からの、呼びかけというか、結構その、なんか、お告げ系とか、
感覚的なこととか、がすごい強い方なのかなって感じがしますね。そう。で、そうですね。本当になんか今の現状がもう、誰も別に寄ってきてくれなくて結構です、自分は自分で生きてればさ幸せなんでみたいなので出てたんですけど、本当に P さんはそういう方なんですよ。自分が自分である、自分を確立できてればできてるほど、そういうパートナーシップにおいて、あの確立なんか、あの確立されるというか、つながりやすくなるというか、あの分かってもらおうとすると絶対に分かってもらえないんですけれども、は誰も分かんなくていいし、私はこのやり方でやるしみたいなので、全力でなんかもう誰にも邪魔されずに自分をこう 100% 出せた時に、あのなんだろう、そういうガチッとつながるっていうのかな、そのパートナーシップというか、あなたのその深い縁のある人とバチバチバチってつながるっていうのかな、みたいな感じ。だからなんかこう相手に歩み寄ったりすると一生こうつながらないんだけれども、自分がイエーイワーイみたいなしてたら、勝手にあの後ろを振り返ったら、あれ仲間めっちゃいるんだけどみたいななんかそういう感じに、はい、なっていく方なのかなっていう感じですね。そう、だから本当にあのどれほど自分らしくなれるか、それを試される B さんっていう感じかな。そう、だからたくさんの人と関わっていく、前に生きてたらこういろいろな人と関わるわけですし、分かってくれる人がいればいいもんみたいな感じで、あのこうやっていかれる方だと思うんですけど、でもやっぱ生きてたら何かしら誰かとつながらないといけないので、まあその辺がちょっとそういうので出てるのかなっていうので、なそういうなんかね、うまくいかないの、誰も分かってくれないなっていうのは、本当に本当に自分がどれだけ相手を分からせられるかみたいなのを奮い立たせるために、本当に分からない人がたくさん自分を分かってくれない人がたくさん現れるんだと思います。はい、なんかそういう感じですかね。なんか分かってもらおうとしても何にも何の意味もない時間が生まれるみたいな。はい、だからね、そういう人とかにこうエネルギーを向けたりとか意識を向けたりとかしても何の意味もないんだなっていうのを本当に分かってもらうために、そうで、そうですね、なんか本当にああやっぱりこうしないとダメだなみたいなのをすごくお知らせで来ると思うんですよね。そういう感覚的に、自分はこうじゃなくちゃな、あ自分はやっぱりこうでなくちゃ、こうしといた方がいいな、こうだなとかっていうのを、はい、そう、宇宙が教えてくれるんですよ。宇宙という名の自分がはい、ということで言われてるんですけど、なんかまたちょっと難しいことを言いますね。はい、でアドバイスね、聞いていきたいと思います。そんなB さんに、はい、どうしとくといいのか。本当にもっともっと好きなことをしてくださいということを言われてますね。自分らしくみたいなのを本当にもっと徹底してもいい。まだまだあなたあるよね。まだできるよね。まだまだいけるよみたいな。もっともう誰もなんかそんな発想なかったと思うようなことをどんどんやっていただきたい。もうあのなんかその世の中のこと、社会的なことをどう思われるかとか全く考えなくていいです。本当にあやりたいと思ったらそれやってください。それができるのであればもうやりましょう。でやっていってたら最初はね、多分こう拒否反応があなたの周りに生まれるかもなんですけれども、無視してどん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 やっていくと最終的に全部うまくいくということが、言われてるのでね。それで途中でやめちゃうから、ああ、やっぱダメだったって思うんだけど、最後までやると、本当に、すごいことになっちゃいます。
本当になんかその世界的アーティストさんとかね、うん、なんかこうね、誰かにどうやこうやって言われても自分を信じてこう作り続けたとか、うん、なんかやり続けたみたいな、はい、なんかそういう感覚が B さんにもね、うん、必要なのかなって感じですよ。だから歌手になりたいとかなんかそういうのってね、なれるわけないだろうとかね、そうやって食べていけるわけないだろうとか、うん、なんかそういうのあると思うんですけど、うん、信じてやっていく。もうなんかこんな私を拾い上げないお前たちは本当にセンスがないなみたいな、私はこんなに素晴らしいのに見る目ないなみたいな、なんかそのぐらいの気持ちでいていただいて、どうせトゲをね貼るのであれば、張り巡らすのであればね、そのぐらいの気持ちでいてください。はい、なんかたまにそうやってトゲをね、あ、やっぱりちょっと周りを傷つけるのは良くないからとかってしまうんじゃなくて、私はトゲが生えてるからね、これに触って怪我をするようなやつ私に近寄らない方がいいぜみたいなぐらい、結構こう強気でというか、なんかそのぐらいのモチベで、うん、いていただいた方がいい方なのかなって、そのぐらいのエネルギーがある方なので、はい、ということ言われてるんですよね。うん、すごい拡大って感じで、大きく大きく大きくみたいな、なんかレッドコード、ソウルレッドとスカーレットコードが出てるんで、なんか赤、情熱、なんか赤、うーん、やる気、これなんだろう、アンシエントパワー、シエントパワー、古代のパワー、そうですね。まあ、お寺巡りとか、パワースポット巡りとか、なんかその、いにしえの、いにしえの力とかを結構もらいに行くといい人なのかな。うん、お寺巡り好きですとか、結構参拝することが多かったりとか、パワースポット多かったりとか、うん、そういう方なのかなと思うので、なんかね、こういう人って、その、ネガティブパワーも受けやすかったりするんですよね。宇宙にすごいつながるとか、その H が広いので、そういう、つながる知識と、というか、その、まあ、宇宙なので、つながるってなると、結構もう無限につながっちゃうので、悪いものとつながると、すごいすぐなんかその、悪影響に、つながっちゃうんですけど、すごいいいところにつながればどこまでもいいところに行けちゃう方なので、多分世界を目指しても多分たどり着けるぐらいの方な、そのぐらいのこうポテンシャルある方なので、ただ今ちょっとモチベ的になんかこう自分なんかとか、なんかその、あ、自分はダメだからみたいな、なんかそっち系に持ってってしまってるから、なんか変なことになりやすかったりするんですけど、こんなに素敵な私をみんな理解できないなんて本当におかしいよ、もっと分かりやすいように俺を見えるようにしてやるからなみたいな、なんかそんぐらいビッグな感じでいたらいいかなってっていうことで、すごい言われておりますね。はい。はい。ちょっと、なんかね、そう。まあ、実際にそうするっていうよりかは、なんかそういう雰囲気でね、ちょっと感じ取ってもらえたらなと思います。はい。で、結果見ていきます。はい。ユニバースと、ヒーリング is happening. You are not broken. Trust the process. It's safe to soft. はい。そう、社会的に生きていくには、結構ちょっと今 B さんは、あ、自分なんて、みたいな、なんかこう、この社会生活、人間社会で生きていくには、私はおかしいんだ。私は壊れてるんだ。とか、なんか本当に、どうしてみんなと馴染めないの？どうしてみんなに私のこと分かってもらえないの？私がおかしいからなの？みたいな、なんかそういう感じにちょっと、思うことがあるのかなーって感じがあるんですけど、それはそうじゃなくって、それが本当のあなたのその魅力を見つけるための、なんかその
ハプニング、うん、なんかうわって思うからそれを見つけられるみたいな、なんかそういうことを言われてるのかなと思うんですよね。でうわって思ってそれでそこで終わらせたら、それであうわって思うものだったで終わるんですけど、うわって自分が発見して、あこれは自分にしかない何かなんだ、誰も他にやってる人がいない、私しかできないことなんだっていうことで育てるというか、それが素晴らしいことなんだって自分でこうそれを信じていくというか、その自分にしかないものを磨き上げていくみたいなことをしたら、本当にいい結果につながるというか、最終的には全てを手に入れられる方なんですよ。はい、そう。だから途中経過、今となっては天下の BTS さんもたくさんいろんなことがあって、いろいろこう嫌われたりとか、すごいアンチとか、アンチっていうか、なんかね、結構認められない期間が長かったんですけど、でもそれでも自分たちを信じてやっていって、結局はそう世界にね認めてもらうことができたみたいな感じになったみたいな、なんかそんな感じで B さんも自分のことを信じてください、なんで自分のこんな素晴らしいとこをみんな分かってもらえないんですか、分かってくれるまでやります、だって自分は自分のこと信じてますからみたいな、なんかそんなモチベがあれば、あなたはちゃんと成功できる人、それが確証されてる、確保、そんなこと言ったらネタバレになるからね、面白くないんですけど、本当に心配無用って感じで、はい、出てるので、まあもちろん大変なこともあるし、辛いことももちろんあるんだけど、そこで終わらせたらそれで終わるんだけど、それを乗り越えたら成功につながるんだから行っちゃってって感じですね。なんかパートナーシップで見てるのに、なんかすごい壮大な人生の形になっちゃいましたね。まあでも本当になんか誰かと分かり合うとかっていうことも、途中でやめたらそこで終わる、あこの人やっぱり私のこと分かってくれないだろうな、あ私のことなんかって思ったらそこで終わっちゃうんですけど、なんで分からない、分かろうとしない、こんなに素晴らしい私をなんなんみたいなモチベでいくと、最終的にウィーさんが望んでた形に、はい、ゴールインというか、はい、なんかそういう形になるかなということで言われてるので、参考にしていただければと思います。以上が B を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは C を選んでいただいた方見ていきたいと思います。パートナーシップについて見ていきます。選択カードはこちら、照明が切れてしまいましたので若干暗いですが、よろしくお願いします ラプチュア？なんて読むんだろう、翻訳します。ラプチュア、ラプチャー。はい、歓喜、まあ嬉しい、喜び、魅了、なんかそういうワイワイみたいな、はい、幸福、うん、の意味でございますね。はい、センシュアリティ、ラブ、デボーション、ロマンス、エクスタシー、プレジャー。はい、パートナーシップはすごくこう喜びにあふれるみたいなのがすごくいいってことなんですね。うん、だから人とつながるとか、誰かと何かっていうのはすごいこう尊いもの、うん、って感じてる方なのかなということですね。はい、そんな C さん現状を見ていきたいと思います。 After the pain Universe 逆位置、アフターダペイン素敵。なんか
そのパートナーシップとかその人と人ってすごい大変なことたくさんありますけれども、なんかねその痛みを乗り越えた、痛みをもう乗り越えた、もうその山場は越えたというか、うん、そう、自分が何者なのか分からなかった、自分って何なんだろう、自分ってどうしていったらいいんだろう、私は何をしたいんだろう、何があるんだろう自分には、みたいな、なんかそういう気持ちとか、なんかそのどうやって生きていったらいいんだろうとか、いろいろちょっとその悩むことがあったりとかなんだけれども、なんかそのそういう不安とか、うん、人生の疑念、自分自身に対してのその不安とか、そういうのがなんか、うん、こう多分パートナーシップ的なことなのかな、なんかあのそのいい人に出会ったのか出会うのかあれなんですけど、痛みが終わった、ずっと抱えてた自分の痛み、自分という痛みが終わった、うん、なんか希望に変わったっていうのかな、あ、生きていいんだ、生きていくんだ、あ、この今までずっと苦しかった自分っていうのが必要とされるんだ、これが大事なことだったんだとか、なんかもう終わったの、あの苦しみが、みたいな、苦しみ、なんか辛さ、うん、が終わったの、すべてあのなんかこうネガティブだったものがすべてポジティブになった、マイナスだったことがすべてプラスになった、そのぐらいこう変わるというか、終わったの、終わったって感じ、うん、そう、本当に辛いことがあったからこそこんなに素晴らしい今を感じれるんだわ、みたいな、なんかそういう感じの感覚ですね。すごく感動ですね。はい。で、パートナーシップについて詳しく聞いていきたいと思います。The Mystic Rose, Compassion, Devotion, Humanity, Human Guide, Grace. はい。なんか、そうですね。自分自身についてはすごく、なんか、自分自身についてなんて言うんだろう、すごいね後ろ向きな方だったと思うんですよ、常に、うん、今も多分それは変わらないとは思うんですけれども、うん、本当になんかなんかいろんなことはもういいの、私はもうダメだからさ、もうどうや、何のために生きてるか分かんないし、もういいのみたいな、なんかそういうエネルギーすごい感じてるんですね、うん、もう全然いいのみたいな、あーみたいなでもそれをすべて変えてあなたと一緒にいたいというか、これから先をあなたに託したい、あなたと一緒ならいける、いやーなんか素敵なんかね、そういう感じのエネルギーを、うん、感じますね。なんか魂をあなたに捧げますみたいな、うん、心を、私の魂を、ん？そう、なんか心を捧げるみたいな、心臓を捧げるみたいな、なんかそんな相手に出会えてるんですか？出会えるんですか？いや、なんかすごく素敵、私にもこんなリーディングができるんですか？できたんですね。いや、なんか嬉しいですね。はい。なんか本当にそういう方、そういうイメージ、そういうエネルギーが感じられますね。素敵なんですけど、そんな人に出会いたい。ねえ。ということで、はい、アドバイスね。そんな、C さんですけど、もっともっと良くなるためにね、どうしとくといいのかで、お、すげえの出ましたね。デビルとワイルドローズ。やばっ。なんじゃこりゃ。なんかそのね、C さんは、真面目というか、いろんなことをすごく繊細に感じてたというか、なんでしょうね。愛に溢れまくってる人だったからこそ、
すごい優しい人とか愛がある人って社会生活すげえしんどいんですよ。めっちゃ傷つくんですよ。もういい風に使われるし、なんかこう見返りを求めてるわけじゃないのに、なんだろうな、ただただ使われ、もう消費されるみたいな。君これやってくれるよね、やってくれるから任せるよみたいな、もうなんかそんな感じで雑に扱われてみたいな。だから私はこうしたいと思ってやってるからもちろんいいんだけど、なんか本当に大切にされてないみたいなことを感じて、ああ傷つくみたいな、ああ分かってる、でも私はこれこうしたいのみたいな、なんかすごくね、そのだから慈悲に溢れてるんだけれども、慈悲を全開にしてるとすごく使ってくるんですよね。こき、こき使われるんですよね。現代社会っていうか普通に人間社会、うん、善意溢れてる人にすごいね、本当にひどい世の中なんですよ。そうやってすごい大変な思いをしてきた方なんですけれども、そう、これからはなんか誰かのために素晴らしいことをするのではなく、本当に自分のために素晴らしいことをするターンに入ってくださいみたいな、うん、感じ。なんか表現むずいな。もうね、なんか本能に任せるといいのかもですね、うん、理性とかじゃなくて、そう。でもやっぱちょっと選ぶ人間は間違えちゃダメっていうのはもちろんあるんですよね。そうだな、だからあなたのそのすごい優しさ、本当の優しさは、なんだろうな、すごい大きな愛だから、本当に善意のある人はそれを受け取れないんですよ。大きすぎて、そんなもらってもしまっとく、置いとく場所もないし、お返しすることもできないみたいな。やっぱりそのギブアンドテイクというかバランスがね、あるので、いくらあなたが与えたくても受け取る側にもちゃんとその器がなければ、負荷になってしまうんですよね。うん、そう。だからそれを悪魔たちはあなたのその優しさを蝕もうとすごい寄ってくるんですよね。うん、でも受け取ってくれるならいいよみたいな、もういいねんみたいな感じに結構なりがちだった方なんですよね。だから自分がしたいと思っていることを受け取ってくれる人なのであれば全部与えますみたいな、うん、そう。だからね、それは違うくて、でも自分が逆に悪魔の立場になるのであれば、もう万々歳って感じかな。うん、自分が欲しいものを取りに行く。で、契約を結ぶっていうのかな。ちゃんと、悪魔は、契約大事なので、自分が契約する側、自分が損しないように、相手にも、デメリットがありすぎると契約が成立しないしみたいな感じなので、自分が都合よく使えるのではなく、自分がこっちから条件を出すみたいな、ですごい素晴らしい状態、自分にとってね、自分にとって素晴らしい状態を作り出す、うん、快楽を自分で、作り出す、なんかすごい難しいこと、うん、そうだな、なんか魂を差し出すレベルで今後ちょっとパートナーシップが結ばれていくみたいな感じなので、自分が良しとしてることしか
ちょっとやっちゃいけないぐらいのターンに入るかなと思う。そう、なんかその感覚をちょっと大事にしてもらったらいいかなって。本当にあのどれだけ自分の思う通りにできるかが開運につながるっていうのかな。うん、そう、なんだろうな、すごいいい状態なので、どんだけでも自分にとっていい風にできるんだから、なんか悩んでるとあのいつまでもいいように使われてしまうことにつながるんだけど、もう ここでね、今見てくださってるって方はその準備整ってるから、本当にただ背中を押したいっていうだけだと思うんでね、そういう風にやってもらえたらと思います。はい、本当に本当に本当に選ぶ人間間違えないことも、自分がもう騙す側になるわけなの。騙すじゃないね、言葉がむずいねそう、こっちからふっかける側にね、なるわけなんですよ。はい、で結果見ていきましょう。はい、ダ・ソン、はい、ジャスティス、あれ、ソンってさっきのか。プロテクション、バンダリーズ、クリアーコミュニケーション、うん、そう、プロテクション、うん、だからあの外部からやってくることはもう遮断です。もうあの境界線を張りまくってください。あのすごい素晴らしい愛を持ってる、もうオーラとかがすごいんですよ。だからすごいモテたりとかするんですよ。なんかいい風に、いいように使われやすい方なので、あの魅力をね勝手にもぎ取ろうとしてくるやつがやってくるんですけど、もうそういうの全部遮断です。はい、無理ですみたいな、あの私の境界線に入ってこないでくださいみたいな感じでいてください。はい、でそうやってしてる中でも、あの正しいあのルートであの歩み寄ってくださる方、はい、はそのいろんな境界線とかいろんな罠をくぐり抜けて、あ、こんにちはみたいなのに入ってこれるんですよね。だからそういう人だけ、うん、そういう人にはあのあなたがあの契約を持ちかけたらいいんですよ。うん、あなたに契約を持ちかけようとする人はもうそこのその最初の無理ですみたいなところで、あ、なんだ無理なんだってどっか行っちゃうので、はい、だそうやってそのこっちの条件を開示してる状態でそれでもやってこれる人、あ、なんかそうやって書いてましたけど別に気にならなかったので来ました、よろしくお願いしますみたいな人は、なんかそっからあの、ああやって書いてたんですけど実はあのもっとこういう条件でこんな感じでこんな感じなんですみたいなのでやっていくと、あ、全然それ OK です、むしろなんかこっちも好都合なんでみたいな感じで、いいあの条件で契約が結べたりとか、はい、するかなっていう感じなので、うん、そう、なんかちゃんともう先にこっちが掲げといたらいい感じになるので、うん、そう、自分の正義を貫く、自分にとっての正しいを貫けば貫くほど C さんにとってはすごくいいっていうことなんですよね。はい、だから、あ、誰とも分かり合えないのは、誰ともうまくあのいい感じになれないのは、自分が誰にも歩み寄ってないからなんだ、誰かのそのいい風になれてないからなんだではなくて、もう本当に自分の正義を貫かなければあなたは一生うまくいきませんみたいな、はい、自分にとってのいいを貫けばいいだけなんです、逆に言えばみたいな、そう、シンプルが一番難しい、そういうことですね。この世の中でやっていくにはなかなかちょっとその自分のことだけを考えて、自分のメリットだけを考えてっていうのはなんかやりづらいですけれども、それが C さんにとっての一番のいいことなのだよということで言われております。はい、すっごい愛にあふれてて、すっごい魅力を持ってて、素晴らしい方なので、本当にちゃんとあなたが選ばないといけないんですよ。あなたがなんでその自信ないとか、そのなんかいい風にされるの、されようとするのみたいな、そんなのありえないわよみたいな感じでね言われてるので、はい、そう、あなたが魂を交換し合えるようなあのパートナーに出会える宿命、運命持ってるので、そうなってくると結構厳しいことはあの途中経過ね、あの通過
通過地点はすごい大変だと思うんですけど、全部を乗り越えた先にはもう自分が望んでることが全部叶うようなことが起きるので、ご心配なくちょっと頑張ってくださいみたいな感じで言われてるので、はい、間違えずにね、うん、頑張ってくださいということで、自分帝国は築き上げたままで、はい、築き上げて、はい、自分に不利益になる相手はもうその城に入れないみたいな、あ、ちょっとこいつ使えそうだなってやつは入れて、仲良くなれそうだったら仲良くなるみたいな、はい、そういう感じのモチベでやってみてください。以上が詩を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。